八章代表用。みんな聞いてくれ。E小隊に加わる新しい仲間を紹介する。お前らキングである俺様を知らないのか。レオンハルト・ストラウクだ。覚えておけ。ヤシュアラトだ。まずは弾道計算の方程式について軽く説明を。何か。この人は確か別の小隊の何の用だろう。明日の作戦でご一緒させていただきます。そのよろしくお願いいたします。ああ、わざわざ挨拶に来てくれたのか。こちらこそよろしくお願いします。何か話さないと。ああ緊張する。顔がどんどん熱くなってきた。カルトさんは腕利きの兵士だと聞きました。俺足を引っ張らないように頑張ります。向こうへ行け。え、何を言ってるんだ。僕は違うんです。僕極度の上がり症で初対面の人と話すのが苦手なだけで。すみません失礼しました。またやってしまった。どうして僕はいつもこうなんだ。カルト、また相手に変な誤解させちまったみたいだな。ローラン、どうしよう。彼せっかく挨拶に来てくれたのに、すごくひどいことを言ってしまった。無口でクールな腕利きの兵士、それがお前に対する周りのイメージなんだよな。だからみんなビビっちまって、あんな風に挨拶に来るやつまでいるわけだが。誤解なんだよ。僕は上がり症でうまく話せないだけなんだ。普通に話せるのは幼馴染の君と妹のエリンくらいだよ。仕方ないな。俺が後で一緒に誤解を解きに行ってやる。 ありがとうローラン。困ってる親友を放ってはおけないからな。にしても兄貴はちょっと頼りないってのに、比べてお前の妹は。ねえエリン、装備について聞きたいことがあるんだけど。おいエリン、ちょっと手貸してくれ。はーい、すぐに行きます。相変わらずすごいなエリンは。いつもみんなに頼られて。明日の作戦はあいつも参加するみたいだぜ。いいところを見せないとなお兄ちゃん。よし、これで明日の準備はできたかな。にしても同じ村で育った俺らが今度は同じ戦場を走り回ることになるとはな。あの泣き虫だったエリンまで入隊するとは思わなかったぜ。昔に比べてエリンは変わったよね。しっかり者で頼もしくなった。戦闘でもしっかり結果を出してるし、エリーンにそんな才能があるなんて驚いたけど。誰かさんの役に立ちたいから必死に努力したんじゃないか。誰かさんって。バーカ、そりゃ当然兄貴のお前。ちょっと兄さん、明日出撃命令が出てるんでしょ。準備は。
ああ、とりあえず終わってるよ。もう、気の抜けた返事ね。そんなんじゃすぐ帝国にやられちゃうよ。やれやれ、本当はブラコンのくせに本人を目の前にすると途端にこれだ。それとローラン、親友だからって兄さんを甘やかさないように。たく、可愛げがなくなったな、エリン。ガキの頃とは大違いだ。昔のお前は弱虫で泣き虫で、何かあるとすぐ兄貴に助けてもらってたのに。バカ、いつの話してるのよ。とにかく準備はしっかりね。兄さんはただでさえどんくさいんだから。それに私はもう子供じゃない。今度は私が兄さんを守ってみせる。気合入ってんなあいつ。カルト、俺らも負けてらんねえぞ。いろんな方向からのプレッシャーで吐きそうだ。ったく、そんな気弱でよく入隊できたな。というかお前もそもそもどうして軍に来たんだ。あれ、入隊した理由言ってなかったっけ。実はその僕、君が心配で連邦軍に入ったんだ。何を心配するってんだ。俺は帝国を倒すためにここへ来ただけだぜ。帝国は悪だ。悪は打ち砕かれなきゃならない。連邦の正義の力によってな。そういうとこ変わらないな。君は昔から正義感が強かった。でも今の君は帝国の全てが悪だと思ってる。カルト、お前は優しすぎる。戦場に立つなら強い意志を持たないとダメだぜ。うん、それは分かってる。ま、心配してくれるのは嬉しいし、お前と一緒に戦えるのは心強い。明日の戦闘も俺はお前の背を守ってやる。だからお前は俺の背を頼むぜ、相棒。ああ、そうだね。頑張るよ。これより作戦を説明する。よし、作戦開始だ。あれ、エリーンはさっきまでいたのに。カルト、今の悲鳴。エリーン、どこだ。返事をしろ。バカが、一人で向かってきやがった。撃ち殺してやる。邪魔をするな。どけ。変わらないな。エリーンが危険な目に遭うといつもこうだ。どうしよう。みんなとはぐれちゃった。敵にも囲まれてるみたい。散々兄さんにしっかりしろって言ったくせに、自分がこんな形で終わるなんてね。お前らしくないよ、エリー。こんなところで諦めるなんて。兄さん、それにローランも、まさか私を助けに。ダメだよ、今すぐ逃げて。ここは敵に囲まれてるの。
分かった。じゃあエリンは僕の後ろにいて、絶対に離れちゃダメだよ。心配すんなってエリン、よく知ってるだろ、こうなった時のカルトは無敵だぜ。なんかないさ。背中は任せるぜ相棒。敵発見、見つけた。そこは射程内だ。敵発見、くらえ。なるほど、いい手だ。敵発見、一時撤退する。了解。があると落ち着くな。そこ。なんて腕前だ。敵発見。頭が丸見えだぜ。敵を発見、攻撃を開始。任せろ。マークされてやがる。油断した。了解。敵撃破。味方がやられました。敵発見。
俺を可愛いって言うな。見つけた。撃つぞ撃つぞ。どうだ。日々の鍛錬は大事だぜ。やられたか。みんなのおかげだな。怖いものなんかないさ。これでも食らえ。そこを射程。どうだ。よし倒したな。これが正義の力だ。背中は任せるぜ相棒。敵発見。行動を開始する。これでも食らえ。敵はあそこか。待てよ。隙があると落ち着くな。倒す。危ない！伏せろ！
ていたなんて気づかなかった。うん、でもどうして今撃たなかったんです。引き金に指はかかっていたはずなのに。撃てなかった。俺にもその子と同い年くらいの妹がいる。なんだって情けない最後だな。笑ってもいいんだぜ。いえ、同じ立場だったなら僕も引き金を引けなかったと思います。そうか、その子はあんたの妹か。大事にしろよ。なんだ、帝国は悪のはずなのにこんな兵士もいるなんて。何が本当の悪なのかしっかり見極めて戦うことが大切だと思うよ。でもひとまず干渉に浸るのは後にしよう。今はここを切り抜けるんだ。ものなんかないさ。倒されている。応援を頼む。よし、作戦成功だ。祈祷しよう、エリン、ローラ。そうだな。あれ、二人の様子がおかしいな。どうしたんだろう。エリン、お疲れ様。怪我はなかったかい？うん、大丈夫。その…さ、兄さん、すごくかっこよかったよ。鬼の形相で敵陣を突っ切ってたな。そこまで怖い顔してたかな。それから…ごめんね。え、何が？兄さんを守るなんて偉そうなこと言ってたのに、結局私守られちゃったから。早まる必要なんてないよ。エリーンは大事な妹だ。これからもずっと僕が守る。お兄ちゃんってやっぱり優しいな。そういうところがあるから私。数年ぶりだな、お兄ちゃんって呼ばれたの。え？待った、今のなしなし。つい口に出ちゃっただけだから。
かく私はお礼を言いたかっただけ、それだけだからね兄さん。エリーンが塩らしいなんて、こりゃ明日槍でも振るかな。ローラン、どうした？さっきから元気がないみたいだけど。お前に言われたことを考えてたんだ。何が本当の悪なのかって。え、僕そんな偉そうなこと言った？覚えてないのかよ。ごめん。ったく、相変わらず変なところで抜けてるなお前。にしてもこういう結果もガキの頃と同じか。結局いつだってカルトのやることが一番正しいんだ。正しくて優しいの。いやそんなことないさ。僕だって間違うこともあるし、何が正解かわからないこともある。俺も今は何が悪なのかわからなくなっちまった。ただ改めて戦争は悲しいことだってのは分かったぜ。俺たちの手で終わらせねえとな。僕には頼もしい親友がいてくれる。だからきっと大丈夫さ。私は？もちろん、しっかり者の妹がいてくれるのも心強いよ。一番頼りになるのはお前だぜ、カルト。これからも3人で頑張ろうな。うん。ああ、もちろんだ。みんな聞いてくれ。E 小隊に加わる新しい仲間を紹介する。はじめまして、メーベル・ドレイクです。無駄話は嫌いなのでもうよろしいですか？悲しき人を救いたい。こいつは金になりそうだな。こっちの懐中時計もなかなか悪くない。大量大量。やはり死体あさりは戦闘直後に限るぜ。同じ E 小隊の隊員ですよ。それよりゴドウィンさんが手にしているもの、それはここにいる戦士たちの遺留品ですよね。ダメですよ、亡くなった方々の金品を奪うなんて。そんなことをしたら罰が当たります。はあ、何言ってんだてめえ。どんだけ幸せならそんな思考が湧くんだ。俺はな、死んだ奴らの遺品を売りさばいてそれで飯を食っている人間なんだよ。別に舞台に迷惑をかけるわけじゃねえんだ。見逃してくれよな、ジョーちゃんよ。そういうわけにはいきません。ゴドウィンさんの行いは死者への冒涜です。僕が目をつぶっても神様が見ているんです。今すぐ持ち主に返してあげてください。神様ね、そんなもの言いやしねえよ。もし神がいるのなら俺みたいな人間を生み出さねえだろうよ。え？ジョーちゃんにはわからねえのさ、持たざる者の苦しみなんてよ。世の中
泥水をすすらなきゃ生きられない人間もいるってことを覚えときな。待ってください。ジョーちゃんのおかげですっかりしらけちまったぜ。まっゴドウィンさん、ああいう輩にはあまり関わらない方が身のためよ。大丈夫ニコちゃん、怪我とかしてないわね。ロゼッタさん、あの人のことよくご存知なのですか？ご存知ってほどじゃないけど、私も兵役が長いから同じ正体の人の素性は大体把握しているわ。あの人とても寂しそうな目をしていました。荒々しいのにすごく悲しい目。ロゼッタさん、僕あの人の力になってあげたいです。え？僕はみんなを幸せにしたくて志願兵になったんです。だからあの人も幸せにしてあげたいんです。それはまた難しいことを考えたものね。さてどうしたものかしら。それで早速お伺いしたいのですが、話によるとロゼッタさんは入隊以前は神父様をなさっていたとか。ロゼッタさんならゴドウィンさんを諭すこともできるのではないでしょうか？そう言ってもらえるのは光栄ね。ニコちゃんに頼ってもらえるなんて嬉しいわ。でもちょっと私には無理かしら。何しろそれはダルクス人の問題だもの。ダルクス人の？ニコちゃんも知っているでしょ、この世界の歴史。ダルクス人が過去に何をしたか。彼らは常に迫害を受けて生きてきた。国ごとの差はあるけど境遇はいいものじゃないわ。それはもちろん僕も知っています。でも別にゴドウィンさんが悪いわけじゃ。その通りだわ。でもやっぱりダメなの。かつて私にもダルクス人の友人がいたわ。神父としての師でもあり、とても心の優しい人よ。彼はダルクス人差別を撤廃すべく人々に訴えかけ、多くの賛同を得ていたわ。でも彼の願いは決して届くことはなかった。反対派の教団に打たれこの世を去ったのよ。そんなことが？それほどにダルクス人とは辛い立場なのよ。ゴドウィンにとってもそれは同じ。彼は故郷を戦火で失った難民なのよ。ダルクス人の彼を受け入れる町はどこにもなく、結局彼は一人で生きるしかなかったの。だからゴドウィンさんはあんな生き方をしているのですか？彼にとっては当てつけなのかもしれないわね。ダルクス人に生まれた自分を自ら貶めているのよ。そんなの悲しすぎます。本当に助けることはできないのですか？少なくとも私にそんな力はないわ。これは私にとっても辛い現実なの。そうですか。そんな悲しい顔をしないでニコちゃん。自分の優しさで自分を傷つけてはいけないわ。でもやっぱり僕は放っておけないです。ゴドウィンさんは救われなきゃいけない人です。どうすればあの人が救われるかは分かりませんが、僕はもう少し頑張ってみたいと思います。そうだったら私が止める理由はないわ。でも辛くなったら無理せず諦めてもいいからね。誰も。はい、ありがとうございます。
何かお困りではありませんか？なんだよ、こないだの嬢ちゃんか。僕、いろいろ考えてみたのですが、何かあなたのお手伝いをできないかと思いまして。ガキに面倒を見てもらうほど落ちぶれちゃいねえ。鬱陶しいから話しかけんな。あ、待ってください、ゴドウィンさん。ゴドウィンさん、どこですか？もう、どこ行っちゃったんだろう。ったく、何なんだよ一体。俺に何の恨みがあるってんだ？恨みじゃなくて慈悲の心でしょ。あの子はあなたを元気づけたいだけよ。てめえの差し金か。私は何もしていないわ。あの子がそれを望んでいるだけ。ああ、いたいた。聞いてください、ゴドウィンさん。先ほどクロードさんからお聞きしたのですが、近々偵察任務を行う予定があるようでして、その際は僕がゴドウィンさんをサポートします。二人で協力すればどんな任務もへっちゃらですね。いい加減にしろ。もううんざりだ。え？てめえは俺を野良犬か何かと勘違いしてんのか？他人に世話されなきゃ生きられないとでも？そんなつもりは。てめえにダルクス人の気持ちが分かってたまるか。とっとと失せろ。さもなけりゃ殺すぞ。ごめんなさい。ちっ、これだからガキは。ガキはどっちよ。ニコちゃんに当たってどうするの。あなたは自分がこの世の全ての不幸を背負っているとでも思っているのかしら。俺は自分の生き方を貫いているだけだ。てめえらに文句を言われる筋合いはねえ。呆れた物言いね。でもそれより今はニコちゃんが心配ね。落ち込んでいなければいいけど。あんなことがあった直後にまた死体あさりとは、あなたどういう神経をしているのかしら。てめえにとやかく言われる筋合いはねえ。それとも今度はてめえが俺につきまとう気か。ニコちゃんがいなくなっちゃったのよ。だいぶショックを受けていたみたいだからね。そうか。ま、静かになってせいせいするぜ。あなた、ニコちゃんを勘違いしているわ。あなたはニコちゃんを恵まれた子だと思っているみたいだけど、あの子は孤児だったのよ。貧しい家に生まれたあの子は生まれてすぐに教会に預けられたの。でもあの子はそんな自分の境遇に決して落ち込まなかったわ。希望を持って生きれば必ず幸せになれる。苦しいからこそあの子は生の喜びを理解している。必死であなたを救おうとしたのはそのことを伝えたいからだと思うわ。バカバカしい。俺は俺だ。嬢ちゃんのように能天気には生きられねえよ。所詮俺みたいな男は死体あさりがお似合いなんだ。幸福なんざ望むだけ無駄ってものだぜ。お、この指輪は悪くない。見た目は地味だが高く売れる気がするな。本当にどうしようもないほどのひねくれ者ね。見つけた。探しましたよ、ゴドウィンさん。ここにいたのですね。ニコちゃん、どうしたの？泥だらけじゃない。ゴドウィンさんを探すのに手間取っちゃいまして、この辺りの戦場跡を手当たり次第回っていました。驚いたわね。
落ち込んでいるどころか元気すぎるぐらいね。僕はまだゴドウィンさんを幸せにしてません。落ち込んでいる暇なんてないです。それよりゴドウィンさん、先ほどの偵察任務のお話ですが、正式に出撃命令が出ましたよ。もちろん僕もお手伝いします。背中は任せてください。チッ、バカもここまで来ると呆れちまうぜ。もはや何を言っても無駄ってわけか。わかったよ、今回だけは付き合ってやる。本当ですか？ありがとうございます、ゴドウィンさん。断り続ける方がよほど面倒そうだと思っただけだ。別にてめえに乗せられたわけじゃねえ。もう少し素直になればいいのに。ま、受け入れる気になっただけ上出来かしら。何にしてもそういうことなら私も協力してあげる。ニコちゃんの頑張りを無駄にしたくないものね。これより作戦を説明する。よし、作戦開始だ。一緒に頑張りましょうね、ゴドウィンさん。ほら、ゴドウィン、何か言ってあげたら。チッ、足手まといにだけはなるんじゃねえぞ。任せて。敵を確認、現在追跡中。当てる。魂が救われますよ。撃破を確認。悪くない戦果だ。敵の突きをつけ。見つけたわ。そこにいたの。気をつけて進んでください。そこは射程内だ。敵の反撃に注意せよ。迎撃
方ねえな。足を止めるな、駆け抜けろ。なんだ、撃つぞ撃つぞ。真面目にやり合うだけ損か。任せて。するなよ。手段は選ばない。お役に立ちます。頑張ります。足引っ張るなよ。しないで。倒しました。やるじゃねえか。敵を発見しました。やりましたね。戦況確認。その調子で頼む。仕方ねえな。邪魔だ。楽勝だな。任せて。ではダメなの。行くわよ。ここはまずい。交代だ。外れた。一旦戻れ。そこにいたの。この戦闘が終わったら故郷に帰ろうと思うんだ。前進を許可します。
行くわよ。仕方ねえな。そこにいたの。どこだ。当て。その割に結構張り切っていたんじゃないの？あなたがこれほど真剣に戦うとは思わなかったわ。仕方ねえだろう。ジョーちゃんが危なっかしくて手を抜く暇がなかったんだ。幸せにする方法は分かりませんが、少しでも元気になれたなら嬉しく思います。元気も何もただ任務をこなしただけじゃねえか。そんなことで何かが変わりゃ苦労しねえんだ。だがまあ一応は感謝しといてやる。多少なりとも気が晴れたからな。いちいち頭を下げるな。礼を言われる筋合いなんてねえよ。そのひねくりぶりだけはいつまでたっても治りそうにないわね。チッ、大きなお世話だ。そう？だったらお世話ついでにもう一つ教えてあげるわ。あなたがさっき価値があると思って拾った指輪、あれは希少な鉱石で作られた本当に値打ち物よ。宝石ほど派手な輝きがあるわけでない指輪を見て、よく高価なものと気がついたわね。別に大した根拠はねえよ。言うなら直感みたいなものだ。
死体あさりで金になりそうなものを探してるうち、自然とそういうのが感覚で分かるようになったんだ。だとしたら、あなたには鑑定士としての才能があるかもしれないわね。鑑定士だと？この俺が？感覚だけで物の価値を見分けるなんて誰にでもできる芸当じゃないわ。もちろん仕事にしようとするなら感覚だけでなく知識も必要になるでしょうね。そこはあなたの努力次第だけど、少なくとも今より幸福な未来だと思わない？すごいじゃないですか、コドビンさん。ぜひともやってみるべきです。早く戦争を終わらせて鑑定士になるのがコドビンさんの幸せになる方法だったのですよ。おいおい、勝手に決めるな。てか、なんでジョージャンが張り切ってる？僕決めました。コドビンさんを立派な鑑定士にしてみせます。僕も精一杯お手伝いしますので、一緒に頑張って幸せになりましょう。だから俺はやるとはまだやっぱりミコちゃんはすごい子だわ。あなたを見ていると、本当に希望を持って生きれば必ず幸せになれるような気がしてくるわ。あなたは人に希望を与えるために舞い降りた天使なのかもしれないわね。どこまでも人を振り回す勝手な連中だぜ。てめえらのせいで少しだけ生きてるのが楽しくなっちまったじゃねえか。